こんにちは、ゲロネガです。こんにちは、ナオリです。今回は茶番なしなんだね。今回は長くなるだろうからなしになったんだと。ボスラッシュあるもんね。でも僕ボスラッシュでダメージ食らわない自信ないんだけど。多少は仕方ないだろう。ボスラッシュへの扉だね。ちゃちゃっと倒してこい。今のお前ならできるはずだ。この間倒したばかりなのに、もう復活って早いね。言われてみれば早いな。この間と比べてライフには余裕があるから、少し大胆に戦わせてもらうよ。ほう、大胆に戦うとは？ほら、攻撃される前に倒すとか。いやもう攻撃されているから無理だろ。あと余裕あるって言っても食らっていいことにはならないぞ。この間ノーダメージだったのにすでに一発もらってるぞ。回復するから脳幹で。スコア的には脳幹にならんぞ。まあまあ。ここはパキーン演出で手を打たない？それは買収か何かのつもりなのか。きっとオープン主がパキーンシューとか作ってくれるよ。そんなピンポイントネタ需要あるか？っていうかもう誰かが作ってそうな気がするぞ。まあとりあえず次へ行こうよ。確かサンダーが弱点だったはず。当たりだな。このゾウさん確か体内にサーバー持ってるんじゃなかったっけ？確かにそういう設定だったな。前回倒した時のサーバーの中身って復元したのかな？そりゃバックアップくらいは取ってあるだろ。っていうことはこの世界のレプリロイドって何度倒されても蘇ることができるのかな？こうやって2度戦っているわけだし、ありそうではあるな。それがどうした？蘇ることができるなら戦いが終わった後もネオアルカディアで働いててもおかしくないんじゃないかと思ってさ。その辺はまあゲーム的な都合もあるんだろうさ。あんまり深く考えない方がいいと思うぞ。まあそうなるよね。あと一発とどめを刺し損ねたか。もう一丁。食らいすぎじゃないか。回復するからセーフ、セーフ。お前なー。いやムフムフくん今回もよろしくね。ムフムフくん、今宵本番中に話しかけてくるのはなしだぜ。もうカメラ回っているじゃないか。しゃべるなよお前。さすがに今は謝罪するのまずくね。そうだね、ちょっと真面目にやろうか。普段から真面目にやれよ。話しかけてこなかったらバニラアイスおごってやるつもりだったが残念だ。バニラアイス好きだからその気ならおごってよー。はいはい、あれもう大丈夫な。なんだ今の茶番。今回はノーダメだったな。スタブロフ君とはマブダチだかんね。マブダチ、懐かしい響きだな。とまああっという間に最後の一人だよ。前半4組のな、まだ後半が残っているぞ。ステフ君はそんなに強くないからノーダメでいきたいね。いい加減突っ込まないぞ。その辺はフリーダムで、ご自由にってことかわかりにくいな。この柱の回避がちょっと面倒くさい。余裕に見えるが、面倒なだけで、回避が難しい攻撃ではないからね。さてそろそろ蹴りをつけるよ。残念、もう少し付き合う必要がありそうだ。さすがに退屈。お前ちょっと調子乗ってないか、物理的に。調子は乗り物だよ。おい油断するな、食らったぞ。大丈夫大丈夫、大丈夫。さあ、後半戦。油断するなよ。大丈夫大丈夫。ほんとかおい？なんだかんだでこのシリーズで A ランクは維持し続けてきたからね。ラスボスは2連戦だから大変だけど、それ以外なら敵じゃないよ。随分な自信だな。それなら早速見せてもらおうじゃないか。大胆なカットだね。今回長いから動画時間の節約だとさ。早速行くよ。割
悪いけどハル君今回は全力を出させてもらうね。お前やっぱり前回戦った時本気出してなかったんだな。こうして氷のバスターでちまちま狙っていくよ。接近するのはリスキーだからね。なかなかむずっこいな。でもかわせてなくないか。あれあれれ雲行き怪しいぞい。大丈夫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 。全然大丈夫じゃないぞい。もう暗いねえじゃねえか。いやいや大丈夫だって。皆さんははめ方を知ってる敵に負けたことはありますか？僕はあります。あー何やってんだバカ野郎。行け。すんません調子に乗りすぎました。今絶対視聴者がモニターの前で口をあんぐり開けて呆然としてるぞ。そんでなんて下手くそなんだこいつと心の中で罵ってるぞ。うわーすいません僕下手くそでした。っていうかゼロネガ、これやらせじゃないんだよな。あ、はい、確かにやらせと言われても否定しにくいんですが、マジで舐めてましたすいません。お前、ってやつは。大丈夫大丈夫、今度は本気の本気でいくから。これはこれでハルピーやかわいそうだな。ってなんでまた取られてんだよ。すいません、真面目にやりますー。ほら、さっさと蹴りをつけてしまえ。あいあいさ。というわけで調子から降りますよっこらセット。おそうしろ。ハー君の弱点は雷だったね。悪いけど今の僕は覚醒して本気だよ。確実に息の根を止めて撃てるよ。それにしても体力3ゲージは多いものだな。まったくだね。喋ってるうちになくなりはするけど、なんかすごい硬くて戦闘長引きそうなイメージがあるよね。おっと EX 技を使ってきたな。技名はメテオレイン。文字通りたくさん炎の岩盤が降ってくるんだね。なんとかしのいだか。いやしのぎきれてないな。さすがに唐突に突っ込まれたら対処しきれないよ。頑張れあともう少しだ。最後まで油断するなよ。もう僕はさっきまでの僕じゃないよ。残り2人。もうダメージは気にしなくてよさそうだな。ダメージ以前に1回手打ってるからね。残り2人は無属性と氷属性だから、氷属性の弱点であるフレームチップを装備しておこう。始まって早々なんだそのため息。この人開始早々突っ込んでくるからちょっと緊張しちゃってさ。まあ確かにあれはびっくりするよな。よし順調。油断はするな。あまりリスキーな戦い方はしないで堅実に戦っていくことにするよ。おそうしろ。もう A を狙わなくてもいいさ。え狙わなくていいの？最後くらい気楽にやってもいいだろうさ。敵は EX スキルだけは使ってきているしな。そろそろファントムさんもスキル使ってくるかな。使ってこない方が時間の節約ではあるが、どうせなら動画映えを狙いたいものだな。あ、使われずに倒せそう。あいつか？今のは厳しかったかもな。これで終わり。これ爆発にもダメージ判定あるんだよね。自爆装置でも積んでたのかこいつは。最後行くよ。僕も今回は遊びなしで行かせてもらうよ。レビアタン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 メン。その親父ギャグらしきものは面白くないと思うぞ。それはともかくライフ面白いように減っていくね。隙が大きいからなレビアタン。だが攻撃チャンスを逃したようだな。違うよ僕があえて逃してあげたんだよ。またお前はそういう調子のいいことを言う。氷のユウ君はチャージセイバーで一撃。問題なく片付きそうだな。もう一発。で、あれ降りてこないね。氷のはお準備してたか。危ない危ない危ない。セーフ。
ふう。ようやっとボスラッシュが終わったよ。長かったな。あとはラスボスだけだ。気合い入れていけよ。正直この時点で疲れてるんだけどね。ボスラッシュとラスボス選別のミッションにして欲しかったかも。昔のゲームだからそこは仕方がない部分はあるさ。っていうかなんで今のところで食らうんだよ。敵に倒していけよ。いや本当にもう疲れてまして。んなこと言ってたらラスボス倒せんだろ。ラスボス戦までちょっと手を抜かせてん。じゃあ休んでる間カットしておくぞ。ほら着いたぞ。休めたか。いや休めるわけないじゃん。いいから行け。はーい。コピエ君練習は十分積んだはずだ。今のお前ならいけるさ。運動だろう。この人安定しないんだよね。動きはわかることにはわかるんだけど離れた方が良さそうだな。言われなくてもそうする。でもよく見たら別に影がなくてもかわせたかもしんない。地上の攻撃の動きもコピエの動きも見えなくなるもんな。ってエレメントチェック外すのか。コピエ君属性変えるからダメージ通らないタイミングありそうな気がしてさ。別にどの属性で戦っても同じだと思うぞ。おまじないに。危ない。なに。いや気にしないでもう大丈夫だから。そろそろ来るな。レイジングエッツチャージ。これキャンセルさせらんないのかな。タイミング次第ではできるらしいが、あいつは成功させたことがないようだ。だが、なんとかいけそうじゃないか。残りライフゲージ1本。おい、ここで10は早いぞ。わかってる。もう少し。おいおい。今回は諦めた方がいいかも。ラスボスのダメージはきついよな。まあ、頑張ってやがっけどね。本当にもうダメージ食らえない。弱点なんだっけ。なんだったか。え、わかんないの。攻略本には書いてないな。いろいろ試してみるしかないね。てはや、炎広がるまで発射。おいバカ、何降りてるんだ。というわけで花火大会を経て今度こそ倒す。最近多いな花火大会。ラスボスならまあ仕方ないかもね。ラスボスじゃなくても花火やってる動画もあったけどな。やり過ごしたか。敵の攻撃を見てから動いた方がいいな。この輪っか本当に怖いんだよね。 EX 技とかかわせる気しないよ。今のはちょっとお粗末だぞ。不用意に飛び込んじゃったかもね。ここからバスターで少しでもダメージを狙う。やるな、もう少しだ。こっちは全然余裕ない。
っていうかこの EX 敗退。後に初チャージセイバーを当てるか、一発もらうのが先か、果たしてどっちだ。あと1メモリ。やったな。本当に疲れたよ。よく頑張ったな。さあエンディングを迎えようじゃないか。長い戦いだったな。いやー最初始めた時はどうなることかと思ったけど、なんとかクリアできて感無量だよ。無事クリアできたわけだし、私のおごりで何か食いに行こうか。いいのん。まあ、頑張ったわけだしな。それじゃあびっくりドンキーで親子ハンバーグでも食べようかな。親子ハンバーグ。ハンバーグが2個乗っかってるんだよね。また高そうなやつだな。お小遣い足りるかな。ところでさ、一応ゼロワンは終わったわけだけど、この後すぐにデクス始めるのん。いや、あいつはその前にメガワールドに集中したいようだ。あっちも随分長く続いてるよね。ゼロとメガワールドやりながら途中でだいぶ始まったからな。一つのシリーズの進行ペースが遅すぎるから、一度スッキリさせたいんだそうだ。X ダイブは公式の動き次第なところあるしな。それに X はまだ録画も始まってない。このシリーズも結構前に取り試したもの使ってるもんね。そんなわけだから、メガワールドが終わるまで X は始められなさそうだ。それならちょうどいいや。僕もだいぶ疲れたからね。少しは休めるってもんだよ。でもさ、メガワールドの後ってもうやるもの決まってなかったっけ？そっちは今までと違って、かなり変則的なシリーズになるだろうから、収録の時点で大変だし、これまで以上に長く不定期での更新になる予定なんだと。まあ、X ダイブ同様、終わりが見えないシリーズになるらしい。今でも十分不定期更新な気はするけどね。ローテーションはしていたからな。定期更新シリーズはローテーションで、不定期更新シリーズはやりたくなった時にやる予定なんだと。まあ、その時が来るのを楽しみに待とうじゃないか。そうだね。さーて、ゼロメガ。最後のリザルトを確認してみようじゃないか。ボロボロなのは自分でもわかってるけどね。うわぁ、こやひってや。本当にボロボロだね。まあ、A ランクは保てたからよしとしよう。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter フォローもよろしくねん。ご視聴ありがとうございました。よいロックマンライフを。